長左ウィング相馬さんもう限界との声。競技会に断筆されるとスピード乗って仕掛けるタイプの相馬だと持ち味発揮しにくいな。南野、蒲田、上田よかったな。相馬がちょい微妙かったか。俺だけかもしれないけど相馬クロスしか上げなくて腹立つ。クロスは良かったんじゃないかな。相馬はもうちょっと仕掛けてほしいよね。というわけで名古屋に戻ってマテウスの代わりをやって修行しましょう。相馬いるか。今日のサッカー日本代表は良くなかった。特に慣れないポジションだとはいえ相馬が良くなかったと思います。もっといろいろな攻撃のバリエーションが欲しかった。相馬は期待外れ、アイデア不足を感じたし、クロスの精度もめちゃくちゃ低かった。バックパスのためのボールキープ、ドリブルしかしないし見ててイライラする。後半相馬のサイド捨てられてた。相馬さん飯食ってくれ。